えー、動画に興味を持ち出していろいろと見ている中で、えー、見つけたのはあこの吉田吉田さんですね、えー、多分、えー、動画集客チャンネルというのを検索してもらうと、えー、YouTube で見てもらうともうたくさん出てきます、えー、あまりにもたくさん出てくるので見るのにうんざるしちゃいますけど、えー、やはり、えー、ざっと それを視聴することによって、動画ビジネスがどんなに可能性があるのか、またどんなところから始めたらいいかと出てくると思います。いろんな業種のいろんな事例が出てきますから、とても分かりやすいサイトではないかと思います。これも私の挨拶の後に、酒井さんの動画チャンネルを、 つけてありますので、えー、ゆっくりとご覧いただければ幸いです